はい、ということでゆきちゃん、今緊急で動画を回してます。ね、本当にやばい。いや、ゆきちゃんさ、さすがに言わなかったけど、もうただのファンよ。ね、あなた、ただの超ファン。ロケ中に、本当に何のあれもなく、ばったり会って。だってさ、企画さ、ギャル探す企画で歩き始めたんじゃん。そしたらね、後ろからなんかイケメンのお兄さんがついてきてんの見えてたの。あ、そうなんだ。うん、え、なんかまたファンの人かなって思ったら、ゆきちゃんが大ファンの塚川さんだった。緊急で会えたがゆえにですよ、コラボを撮らせてもらいました。しかもまさかの塚川くんからサムネいいですかって言ってくれたんだよ。ゆきちゃんがさ、毎日見てるさ、深川くんのさ、あのサムネにさ、ユキナが出るってことでしょ。本当にやばい。てかなんかさ、生きてるといいことあるね。やっぱ外に出て、行動すると、そう、いろんなことが、やっぱ行動してこう、はい、やっぱすごい良かった、楽しい、嬉しい、本当に大好き。この後なんですけど、あの深川さんと撮った動画が流れるんですが、うん、エンターテイナー木下ユキナがもうただの、もう本当にファンというか、空気も読めてないし、本当何にも面白くない可能性があるんですけど、でも本当に初めてお見せする姿、でも本当にそれだけ、まあ、好きだった人に会えてるゆきちゃんっていうことで、あの温かい目で、見守ってください。でもう一点、深川さんのファンの方、あの本当にこれやらせなしで、なしです、お会いできてですね、はい、ちょっとあのもしかしたらこれはちょっと本当にもう奇跡に免じて、奇跡でした、本当に奇跡っていうことが分かるぐらい、もう本当ちょっと企画になってるか分かんないぐらいの YouTube になっちゃってる。自分でももうなんか何言ったか覚えてない。先に言ったけど、自分が言ったけど絶対気持ち悪い、本当にごめんなさい、こんな偶然ない、気持ち悪い、ごめんなさい。 V 振りお願いします。それでは気持ち悪い皆様で3、2、1、チョリス。すぐ分かります。え、スカーブ、待って、もう一番好きな YouTuber。 おー、 YouTuber。 え、なんかすごい。え、大丈夫ですけど、今 YouTube 撮ってるんですか。あ、大丈夫です。今日撮りに来たんですけど。ゆきちゃんが一番好きな YouTuber の人。初じゃないですか、他の YouTube 出るの。あ、出るの。いや、今日ぼっちか水浴みたいな撮りに来た。ちょっと待って、本当にすごい。すいません、自己紹介、マスク外せますか。 あ、いいですよ。え、はい、めっちゃかっこいいんだよ。はい、じゃあちょっとすみません、改めて自己紹介を。深川っていう YouTube やってます。あのですね、ちょっと私から説明させていただくんですけど、あのゆきちゃんがすごい大好きな YouTuber さんで、はい、僕が誰かコラボしたい人とかいないのって言った時に、真っ先に名前出てきたのが深川さんだったんですけど、いや、あの、いや、ぼっち系 YouTuber さんとコラボできねえからって言ったんですけど、一応連絡はしたんだよね。で、やっぱりあの、ちょっとコンセプト違うんでっていうことだったんですけど、たまたま。しかも最近さ、はい、炎上しました。炎上したヤフーニュースにもなって、なんかあの女の子と言ってたからどうのこうのですけど、沖縄のやつも、で別にさ、それもさ、別にどうだっていいじゃん。それに対しての YouTube とかコメントとかも大好きで、全部が大好きなの、全部、やり方も全て。マジで推しだよね。え、マジ、一番推し、もうマジで。だってこんなことあっていいか分かんない、もう意味分かんない、今自分で今、いや、もう自分も話しかけるか迷ったんですけど、もう明らかに、一気になその人。先生って本当に高い。ちょっと待って、あのさ、めっちゃ食べるの。実物今見てるとさ、マジでかっこいいね。いや、マジでかっこいいんだけど。自分の位置もちょっと見てるから。深さんどこで撮ってんの。いや、今そこでパラソル撮ってもらって。あ、じゃあちょっと行こうよ、深さんのとこまで。あのね、はい、ひたすら音楽流れててね、はい、めっちゃ早送りでね、あのただのテロップだけなの。それもめっちゃ好きなの。妹に質問コーナー実家でやったら、妹めっちゃ冷てぇの。違う、本当に嬉しいんだけど。今日ロケ日でさ、こんな偶然あるこんなことな。チョリー好きなステーキナです。やばいことが起きました。ユキナが一番大好きな YouTuber さんがいまして、気づいていただいて声をかけていただいたんですけど、ぼっち系 YouTuber こと深川さんです。ありがとうございます。初めまして、深川と申します。あの本当にあのぼっち系 YouTuber として、あの本当一人でお花見をしたりとか、一人で旅行行ったりとか、本当に大好きなの。もう本当一番、ダントツ一番会いたかった人なの。あらゆる芸能人だとか YouTuber さんの中で一番会いたかった人 で、ちょっと本当ごめんなさい、すごい一人で興奮しちゃって、本当にね、あの本当夜な夜な子供とかね、静まった後に、もう毎日の楽しみで見た
動画ですらもう4回とか見たりとかしてるんですよ。本当に大好きで、でも本当に超性高くてめっちゃかっこいい。はい、ということでね、もうゆきちゃんがテンション上がってちょっと喋り続けてしまってるんで一回僕ちょっと入りますが、はい、お母さん今日は本当に偶然お会いできて、いやもう僕もゆきなさんよくしてる人なんで、自分ちょっとコミュ障すぎて何も喋りませんがちょっとプロだなとびっくりしました、ね、本当にプロだなと思って、今聞いてて話のその構成とかも表情の付け方とかも勉強になります。ちょっともしよければマスク外していただいてもいいでしょうか、はい、めっちゃかっこいいんだよ。フカはイケメン、イケメンだよ。背もめっちゃ高かったね、さっきね。身長何センチですか？185です。フカワさんはなんかスポーツとかやれてました？サッカーやってました。サッカーなんだ。サッカーやってて、ポジションは？フォワードです。長身フォワード。目痛くない？はい、痛いですすごい目痛いよね。髪の毛がもうなんかあのセイントセイヤみたいになってるんだけど、はい、かっこいいのよ顔が。ちなみにハーフとかでは？あ、日本人です。あ、そうですか。熊本出身なの。おお、ご存知で。トマトばっかり食べてんの。熊本がさ、名産じゃん、トマト。そうですね。私トマト一番好きなんですよ、はい、だからで熊本のトマトにめちゃくちゃお世話になってるから、トマトね、いつも食べて、納豆も超食べてんの。あ、そう、持ってきました。持ってきたんだ納豆持ってきたんですか、はい、今日一人で来て、はい、比較的には何なんですか？銀の盾を使って、すごい、女の子をナンパしたみたいっていう企画なんですけどナンパっていうか、ナンパ待ちなんですけど。ナンパ待ちか、はい、そうだよね、これ飾ってて。さあ、じゃあゆきちゃん、そんなちょっと大好きな福川さんと、これもう多分最初の最後かもしれないから、こうやって生でお会いできるのって、あのせっかくだから、うん、じゃあちょっと急ですが、うん、ゆきちゃんから福川さんへの質問コーナー。え、嬉しい。いい、ゆきちゃん、まあそんないくつもね、うん、質問に答えられるほど福川さんも暇じゃないんで。そうだよね、やることあるしね。いや、合わないです。3つ、うん、3つゆきちゃんから聞きたいことを。じゃあ本当に由比ヶ浜監視所より海浜の皆様にご注意とお願いを申し上げます。じゃあゆきちゃんから聞きたいことを3つお願いします。はい、最近なんですけど暴露系みたいな、はい、に暴露されて、はい、でもそれ もうすぐ知って、やっぱファン的にはこれに対して深川はどうするんだろうがすごい気になって、はいはい、実際なんか深川君的にはどこにいたのかなって、場所、居場所、その時それを知った場所。あ、仕事してました。夜中仕事してて、残業で会社いて、でマネージャーから電話かかってきて、うん、めっちゃ調べて、うん、テンパって、うん、で12時ぐらいまで仕事して、うん、やべえってなって、うん、本当になんて言うんだろう、手出してたというかぼっちで沖縄に行ったんですよ、はい、それもちゃんと見てんので、ちゃんとその動画内でもね、はい、ベッドでもね、はい、なんかねってこうやって言ってたんだけど、はい、まあファンの方にね、こうユキナみたいな子がやっぱり沖縄にいて、うわーってなるじゃない。でなんかまあそこでチャンスって思ったんだろうね。ちょっとホテルにね連れ込んだんだよねその写真がね、はい、出ちゃってね、はい、それをコレコレさんに暴露されちゃって、で深川どうするってなって、深川が初めての炎上しちゃって、深川どうすんだと思ったら、こんな深川でもコレコレさんという人に取り上げられてもらいましたみたいになって。めっちゃ見てます。めっちゃ見たよ。まずコメントから出したから、そっからずっとどういう動画を出すんだろうって気になってて、そこに私は今深川はどこで何をしてんだろうが気になっちゃったから、居場所を聞いた。会社にいた。会社にいたんですね、はい、残業してた。一生懸命働いてた。次の質問いきましょうか、うん、今好きな人いますか？いや、いないです。いないんだちょっと待って、ほんとごめんね。はい、大丈夫です。ほんとただのファンで。あ、大丈夫です。掘り出しちゃってるみたいで、ほんと申し訳ないんだけど、はい、ごめん、ほんとに連れ込んださ、はい、女性来たじゃん、はい、でもさ、何回かあったけどさ、結局さ、連絡取らなくなってさ、はい、なんか終わったじゃん、はい、多分ほんとにそれぐらいさ、コミュ障なんだね。そうです、すいませんこんなにさ、かっこよくてさ、背も高くてさ、なのにさ、それでもなんだよ。だから本当に応援してる、はい、多分本当にファンは応援してる。深川のことをちゃんと大切にしてくれる彼女いないかなってこう、やっぱなってるんで、あの、まあ多分落ち込んでもないと思うんですけど。はい、落ち込んでないです。幸せになってほしい。ありがとうございますちょっともう、あれだね、ゆきちゃんテンション上がりすぎちゃってちょっとコツがあんま見れない。ちょっといつもお兄さんと目が合ってます、はい、なんでずるい、はい、ずるいよ。これどこで買ったの？これはブックオフです。どこブックオフで買った
10年以上前の部活の時のジャージとかをルックブックで出すぐらいだからね。どうふうに買ったんだ、はい、何百円とかだね、じゃあ、はい、これもこれはメルカリ。メルカリ絶対さ、部下はちゃんとしたらさ、もっともっと絶対もう女性に困らないぐらいになるのにね。ちなみにチェキ会もやってるもんね。あ、やります。お、多分カオスになるんで。チェキはマジで行こうと思ってたよ。普通にあなたたちに内緒で。やっぱりコメント欄とか見てたけど、もうファンの人とも多分思ってること一緒なの。なんかかわいそうになっちゃったの、深川が。なんでこんなことをなんか晒されて、晒された挙句こんなこと言わなくていいよ深川って思うぐらいのことを説明しなきゃいけない。かわいそうだったから結束力は高いと思う、ファンの間では多分。ということで今日はありがとうございました。すごい急に YouTube に出ていただいて、概要欄の方で深川くんのチャンネルをぜひ紹介したいと思うので、皆さんぜひ本当に面白いので見てください。もう、ね、本当に見てほしい。終始声がちっちゃいのよ私。だってガチだもん。そうなんかもう深川さんに引っ張られてずっと小声になってか、やっぱテロップにしてもらってもいい、深川くんのあの動画みたい。皆さん深川さんのチャンネルもぜひ見てみてください。じゃあ深川さん本当にナンパ成功すること。そう、成功頑張って。はい、ナンパ頑張ります。されるかなと思って。はい、ナンパ頑張ります。頑張ってということで、バイバーイ。